なんということだ。ジュースが解体してしまった。何もかも終わりだ。そうか、ジュースが解体したのか。ジュースの解体は水門の開門と灯火だ。君は望まずしてもう一つの水門を開けたのだ。君がこれから見ることになるのは水門を開けた後の世界だ。こんな破滅的な状況なのに私は少し興奮しているようだ。やればできるじゃないか。この人やっぱちょっとやばいね。これでもしかしてまたみんなのあれか、セリフでも変わってるかな。いや、大変なことになった。ジュースが解体したらしい。やばいよ、これはやばいよ。百貨店のやつらも、順応堂のやつらも、実験工房のやつらも、みんなジュースの白ガスで給油してたんだ。ブルカニロやハジメだってそうだ。そうだったんだ。一体どうなっちゃうんだ。困った。給油管から白ガスが出てこなくなってしまった。あ、ちょうどよかった。あんた待ってたんだ。ジュースが解体したって本当なのか？そんなことあっちゃいけない。ダメだろ。そりゃダメだよ。絶対まずい。まずいよ。こっちから話しかけるの違うのかな。あ、一緒か。あ、もうこれ、完全にもう順応度も使える状態じゃなくなって、っていうってことね、じゃあ。あ、待って待って待って。ラオ。ラオじゃない。なんだっけ、影が薄くて。メディチか。回してみよう。おお、あのジュースが解体したのかい。そりゃとんでもないことだ。一体あの化け物をどうやって解体したんだ？何をされようが解体しようがなかったあの化け物。こいつ謎だな、本当に。そうか、ジュースが。ああ。ジュースが解体してしまうなんて、そんなことが起きてしまうなんて、あの子にだっていろんな思いがあっただろうに。嫌な予感がする。俺の勘はよく当たるんだ。だが今回ばかりは当たってほしくねえ。いやが嫌な予感がするから気をつけろって言うけど、気をつけろって言われたってねえ。できることなんて何もありゃしないよ。だってそうだろ？これまでだって起きたことを受け入れることしかできなかったんだ。これからだってそうさ。もう白ガス屋に人がもう殺到してるんだ。思ってた通りだ。ジュースが解体してからみんなここに押しかけてくる。あんたにはシャンがいるんだから遠慮してくれよ。ミチオもレイコも疲れ切ってる。あんなに無理やり食わされて、無理やり腹をかき回されて。もう見てられない。このままじゃ解体しちまうよ。もうじゃ入れないんだ。給油管からの白ガスが出なくなってしまった。心なしか、純濃度の減りも早くなったようだ。それならそれで結構なことだ。まさかこんなことが起きようとはね。こればっかりは私も想像してなかったよ。やれやれ。ジュースが解体したと噂に聞いたのだが、本当のことなのか？うん。本当なのか。そうか。まさかそんなことが現実になろうとは。これは大変なことになるな。多分この人も、給油管からもらってたってことかな。この人変わってないな。噂が来てないのか？
ここも、多分、高橋も変わってないな。眠れなくなっちゃった。あ、珍しい。ずっと寝てたのに。逆に眠れなくなっちゃった。まさかこんなことが起きるとはな。私の汚水コレクションも全て無意味になるということが。汚水コレクションだったのこれ。よくもやってくれたもんだよ。あんただって釣りを楽しんだだろ。そこいら歩き回るの楽しかっただろ。知らない場所に行ってワクワクしたりもしたんだろ。それなのにこれかい。笑っちまうな。私はね、どんよりしてるのが好きなんだよ。何も考えずにどんよりしていたいんだよ。それなのに全く勝手に壊しやがって。わあ、いろんな人に嫌われてて。切ない。僕困るのかな？これから困るのかな？数が数えられなくなるのかな？そんな僕になるのかな？そんなこと考えられない。久しぶりにセリフ変わったの聞いたわ。やべ、時間が。あ、間に合った。白ガスはスタンプだったんだ。純濃度もスタンプだったんだ。燃費だってスタンプだ。知力もスタンプだ。安心だってスタンプ。安全だってスタンプ。全部スタンプだよ。そうだろ。他に大事なものなんてあるわけがない。あるわけがないんだ。ジュースが解体したって、スタンプさえあれば困らない。そうだろ。とんでもねえスタンプ野郎になってしまっている。ジュースの白ガスが飲めなくなっちゃったよ。でもスタンプはあるし、白ガス屋に行けばいいよね。あ、もうポスターの交換とかそういうのもできなくなっちゃったんだ。そしたら、ちゃんと話してみるか。大変なことになってたよつって。話せるのかな？ジュースが解体してしまったんですね。じゃあ、怖いことが起きるんですね。コッペでの言う通りなら、私たちはいけなかったんでしょうか。何がいけなかったんでしょうか。レイコやミチヨはどうしているでしょう。私だけここにいて。私、白ガス屋に行ってみます。なぜだかあそこだけは近づけなくて、気まずくて、ずっと避けていました。でも。え、行くの？私たちがいけないんでしょうか。私、純濃度下がってきてるけど大丈夫？これ本当に回復するのかな。でも他に何ができたんでしょう。私がここに来なければよかったんでしょうか。そんなの認めたくない。オッケー。白ガス屋に行ってみよう。なんだってこんな時にシャンが来やがった。どうしてそんなことをさせたんだ。ダメに決まってるじゃないか。一応もレイコも限界なんだよ。わからないのか。え？来て何か手伝ったとかじゃないの？どうしたらいいの？え、裏から話しかけるとか？あれ？ちょっと待って、家にいないのかな？あれ？いたよ？あ、もう帰ってきたってことか。白ガス屋があんなことになってたなんて、やっぱり行かなければよかった。ごめんなさい、今給油なんてできない。なんで私、メス機械なんでしょう。なんでメス機械はこんなことになっちゃうんでしょう。おかしいですよね。絶対おかしいですよね。なんで？
どうしたらいいの？どうしたの？え？なんでだよ。道夫とレイコが。もう終わりだよ。何もかも。あ、いなくなっちゃった。もしかして。僕は初めて他の機械を憎んでいる。あんたのことだよ。あんたさえいなければこんなことにならなかったんだ。もう二度とその綱見せないでくれ。うわぁ、もう終わりだこの世の。やばい、シャンのとこにいっぱい人が来ちゃうんじゃないか。うちに人が押しかけるんじゃない？ん？セリフ変わってるわ。なんだよ、何もかも台無しじゃないか。いい加減にしろよ、あんた。せっかくうまくいってたのに。なんてことしてくれるんだよ。もう終わりじゃねえか、クソ。やばい。いろんな人にも、怒られてる。切ない。スタンプ屋さんも？もうお店屋さんごっこは終わりだな。嫌いじゃなかったんだがな。まさかこんなことになろうとは。あ、どうやら私にも終わりが近づいてるらしい。私は私の終わりを望んでいたのだろうか。私にはそれさえもわからない。だが君が訪ねてきてくれたことには感謝している。本当だよ。君はいつも何かを探しているね。君の探しているものが見つかることを祈っているよ。あ、いね、なくなっちゃった。うわぁ。ブルカニドのじいちゃんは最初から最後まで優しかったの、主人公に。でして。マジか。世界が腐っていくね。どんどん腐っていく。これでやっと私もお役御免になれるというわけだ。この世界も少しは風通しが良くなるだろうよ。火の粉を振り払うまでもない。気分がいいもんじゃないが仕方ないことさ。白ガスで給油ができなくなってしまいました。一体何が起きているんでしょう。それになぜか純濃度の減りが早いんです。この部屋はまだ状況をつかめてない感じするな。白ガス屋が閉まっちゃったな。千代がいるからいいけど。この人はみんな千代に給油させてもらってたのかな。眠れなくなっちゃった。私も純濃度やばいけど大丈夫？これからが本番だな。あとはなるようにしかならないさ。もうやばくない？抜けまくってない私の体。忘れられない。僕じゃないよ。僕じゃない。僕なんてどうしていいかわからない。忘れられないよ。スタンプがあるのに給油もできない。そんなの間違ってる。間違ってるのはわしじゃない。周りがおかしいんだ。スタンプがあればいいに決まってるじゃないか。それで全部解決じゃないか。なんでだ？なんでみんな間違ってるんだ？わしだけが正しい。わしだけが正しいのに。わしはどうにもできない。私はずっと我々のこの機械の体を研究してきた。この体の仕組み、可能性、神秘。私はそれらに導かれ研究を続けた。まだわからないこともたくさんある。もっと研究を進めることも可能だ。終わりなどない。君のその体だって、さらなる出力と純濃度を獲得することも不可能ではない。いや、きっとできるはずだ。だがね、研究には終わりはなくとも、私には終わりが来る。終わりが近づくに従って情熱も冷める。満足ができようはできまいが関係ない。いくら純濃度を増やしたところで、いくら原動機の効率を上げたところで、いくら丁寧なメンテナンスを施したところで、やはり終わりは来るのだ。それがどんな終わりであるにせよ。ある意味、この終わりこそが最大の神秘であると言っても過言ではない。私は楽しみなのだよ。私の終わりに望むことは。
私はもう十分に生きた。シオにお別れを言わねばなれまい。ああ。いなくなった。死にも行けない。ちょっともう一回、シオに、シオにお別れをって言ってたの。シオと話した方がいいのかな。セリフは同じか、オッケー。あ、できることなら私がヤンに変わりたかった。だがそんなことは不可能だ。それぐらいは私だって理解している。君はヤンになることができたはずなのに、その可能性を捨てたのだ。せめて私はジュースの暗闇の中に。拾えるものとかないか。何も動かさなければ壊れない世界があったとして、そこに動くものが入ってきたらその世界は壊れる。その世界は循環によって運動を装っている。その循環はある意味では調和だ。調和を求めるものは動くものに対して死を強要する。おいしねって言ってんのかい？ダメだ、もう終わりだ。あんたわしを助けてくれ。お願いだ。助けてくれ。はじめー！ああ。じゃあ、ウリブールも消えるんじゃない？じゃ、ほんと誰もいなくなってるって。セリフは一緒か。ウリブールは変わんない。私はエヌさんを守ってやらねばならん。なんとしても。こんなことになるなら台車など作らずにチェーンソーでも用意しておくべきだった。できることをするまでだ。あ、チェーンソー。で、他の機械が押しかけてきたら、壊そうとしてるってこと？エヌさんを守るために。辛いことが起きたんだね。そんなことも起きちゃうんだね。考えても見なかったことが。なんでそんなことが起きちゃったんだろうね。私にはわからない。わからないけど、これから起きることはわかるよ。それもやっぱり辛いことだよ。どんなものにも終わりが来るのはずっと見てきたよ。でも、そのどんなものの中には私がいなかったんだね。白菓子屋の二人はさぞ辛かっただろうね。本当に辛かっただろうね。肝が座っているのが私の取り柄なんだよ。あんた、シャンに私からのお礼を言っておくれ。シャンのおかげで楽しい時間が過ごせたよ。ああ、尋常じゃねえ。ムカムカする。なんなんだこれは。なあ、あんた、どうにもできねえことってのはあるもんなんだな。くそ、どうにもできなかった。どうにもできなかったんだよ。俺はあんたのことは嫌いじゃねえ。つぶも世話になった。だけどよ、その鶴も消えちまった。寂しいじゃねえかな。消えたの？あ、それ、あ、ほんとだ、行けなくなってる。鶴さん先に、消えちゃったの。やーれー。どうし、また変わったりしてない？これ N さん消えてるやん。いけなくなってるもん。私に話しかけないでくれ。すまない。うわぁ、やっべ、みんな消える。みんな消えてしまう。シャンはいるよね。いたけど、N さんがひどい、ひどすぎます。もう無理です。受け入れられない。でもあなたにも死んでほしくない。
苦しい。どうしていいかわからない。あ、目閉じてる。ああ。これ何ですか？目から白ガスが。え、え、目？染みて痛い。目が開けていられない。泣いてるってことなのかな？これって、ひょっとしてやばいの？どう考えたってやばいよな。僕は一体誰から給油すればいいんだ。え、千代まで？ひょっとして僕も危ないの？無理だよね。どう考えても無理だよね。嘘、千代さんいなくなっちゃった。千代、壊れちゃった。僕分かった。次に寝たら起きなければいいんだ。ずっと寝てればいいんだ。そうしよう。あ！いなくなったのか。ルークーまで。なんということでしょう。千代さんが、終わりなのでしょうか。終わってしまうのでしょうか。私はあなたとお話ができて嬉しかった。小さな喜びがこんなに大切に思えたことはありませんでした。カエルを釣って千代さんに食べていただくことは嬉しかった。私の居場所ができたように思えました。私は私の小さな喜びを怪我したくありません。私のささやかな居場所を汚したくありません。私はその気持ちに従います。ああ。あ、ほんとだ。あ、行けなくなってる千代の部屋に。もうダメだ。もうこの世界にいるメス機械シャンしかいないんじゃないか。あ、みんな、きっともうすぐここに来ます。そうなるよね。扉を閉めて、明かりを消してここに行ってください。私、こうなると思って、使えそうな板とかを集めてたんです。これでしっかり塞げばきっと大丈夫。そして待ちましょう。静かになるまで、終わりが来るまで。ね、そうしましょう。そうだよね。給油させなかったら、他の機械だっていなくなっちゃうもんね。どんどん音がする。怖い。めっちゃ怖くない？この瞬間。みんな来てんだ？シャンに。シャンに給油させろ！死んじまうよ！つって。怖い。本当の本当に世界の終わりって感じだ。静かになりましたね。もう、我々以外の機械はいないってことかな。みんな壊れてしまったんでしょうか？みんな消えてしまったんでしょうか？もう少し待った方がいいですよね。私、申し訳ない気持ちになってますけど、仕方ないですよね。どうにもできないですよね。自分を守るのは悪いことじゃないですよね。ね。電気はつけないでください。お願い、このままで。でも二人だけだったら生きていくことはできるよね、多分。驚いた。まだ誰かいたんですね。私、心苦しい。ジュースがいなくなってしまったんだから、私たちにだって終わりが来るのがわかっているのに。目閉じてる。でもせめて終わりが来るまではあなたと一緒にいたい。私わがままですね。もう大丈夫でしょうか。静かですね。私たちきっともう二人だけですね。こんな世界をいつか望んでいたような気もします。二人だけの世界を。でもその世界の終わりなんて考えていませんでした。お水も減って、動いてもいないのに、純濃度がどんどん下がっていく。
あなたの道具がなくなるまでの時間。最後までこのままでいたい。離れたくない。そうだ、何か別のお話をしませんか？何がいいでしょう？昔々あるところに誰か。誰がいいでしょう？カエルでもいいですか？昔々あるところにカエルがいました。カエルは一人ぼっちでした。カエルは広い池でいつも一人で泳いでいました。小さなカニを見つけると、カエルはそれを捕まえて食べます。カエルは一人ぼっちだったので、話し相手が欲しくて、たまには食べる前にカニに話しかけてみるんですけど、小さなカニは何も答えてはくれません。カニが答えてくれれば食べないでおくのに、カエルはいつもそう思いながらカニを食べます。どこかに話し相手になってくれる人がいればいいのに、この先ずっと誰とも話ができないことを考えると、カエルの気持ちは日に日に暗く沈んでいきました。ある日のこと、とても大きなカニに出会いました。食べられないぐらい大きいカニです。カエルはこのカニなら話ができるんじゃないかと思いました。そしてカニに話しかけたんです。カニさん、こんにちは。するとどうでしょう？カニは大きなハサミを振りかざし、カエルの前足をちょん切ってしまいました。カエルはあまりのことに驚いて、一目散に大きなカニから逃げ出しました。カエルは安全な場所まで泳ぎ着くと、なくなってしまった前足の跡を眺めながら、もう誰とも話すことができないのだと思って泣きました。いつまでも泣いていました。すると誰かの声が聞こえました。そんなに泣かないで。話しかけてきたのは切られた前足でした。私があなたの話し相手になってあげるから。前足はそう言いました。カエルはまた泣きました。今度は嬉しくて。それからカエルは前足と話をしながら幸せに暮らしました。おしまい。なんだこの話は。もう喋れなくなる。音抜けか。どうなっちゃうの？嘘でしょ！うわぁ、もやもやしてる。再生席が使える？使うか。何が再生したの？あ、再生石が砕けた。あ、でも満タンだ。でもどここれ？じゃあ音楽も怖いって。あ、もうどこにもない世界にいるのこれは。あ、とにかくこれの方向に従うしかできないや。あれ、プシケだ！あれあれ？待っていました。私の探してください。頼みます。私ください。くださったものは破れてしまった。え？何これ、過去の映像か何かを見てるの？チェーンだ。俺はお前だ。お前が俺か。じゃあ誰だ？誰は誰だ？チェーンから誰だが溺れ落ちた？なんだよこれは。メリチ、ありがとう、これ。メディッチのレンチを手に入れられなかった。ふふ、ここに来て、早く。汚水は漏れてしまった。ちょっと待って。ここ下ネタじゃないけど、なんかギャグみたいな。ここだけなんか、
ちょっとギャグかと思ってしまった。どういうこと？汚水が漏れてしまった。わ、汚水コレクションのことか。働くのが僕らだからせいせいするよ。君のツボガニちょうだい。あれ？なんかいろんな人と混ざってるよね、なんかセリフが。釣りはいいものですね。今日は白子水泡を釣ったんですよ。これ半座のあれ。お話を解体したくて、白子の兄は逃げてしまった。なんかもうめちゃくちゃになってる。表示とかが、セリフとか表示が。私の世界、私の、割れてしまった。あ、水門通路の鍵をもらった。これは手に入るんだ。で、ここに来るんだ。ここあれだよね、ジュースの横の。あ、綺麗。貝殻みたいじゃない？どういうことなの？こんなにも世界はおかしいのに、私だけまだ普通だなんて。なんか、不思議な気分だよね。しちゃいけないとこにいるような気分になってくるよ。水門。あ、これね、閉じてるんだ。これ開けるの？水門を駆動しますか？はい。もう後戻りできない。ああ、汚水が。あ、流れて水が、あ、道ができた。水が引いて。エンディングなのかな、これ。ここももともと汚水でいっぱいだったとこなのかな。すごい荒いね、映像が。仕方ないけど。あ、外の世界って感じじゃない？あ、ここが黒隕石の影がさ、だいぶはっきりした姿になったんじゃないの？これ。影でしょ？ほとんどちゃんとした人の姿だよ。光が僕を満たす。僕はもう大丈夫。誰もいなくなっちゃったんだね。でも、あの子が、もう一度君に会いたいって。あの子のことは僕も知っていたよ。ずっと忘れていたんだ、ずっと。君のおかげで思い出せた。だから呼ぶね。シャン？終わってしまいましたね。私、あの夢の中で嘘を言っていたかもしれない。本当はあの時、私にもわからなかったんです。信じるってことがどういうことか、信じてもらえるってことがどういうことか、当たり前だと思っていたし、それができないなんてことがあるとも思っていなかった。私は自分の気持ちに疑問を持たなかったんです。私はそういう場所にいた。そしてあなたはそういう場所にいなかった。私の気持ちが真っ暗になってしまったのは、私の気持ちを支えていたものがなくなってしまったから、そんな気がします。でも、こうやってもう一度あなたと会えて、あなたのことがちょっと分かった気がします。あなたには足りないものがあった。そしてその足りない場所を確かめようとしていた。足りない場所に立とうとしていた。
あなたは全部を失いたかったんですよね。覚えていませんか？あなたはそれを望んでいたんです、昔。そして今、こうして全部を失った。本当にあなたは全部を失ったんですか？あなたは何も失っていない。私にはそんな風に見えます。責めているんじゃないんです。私は嬉しかったんです。あなたが自分に怯えないで、私を見てくれたことが本当に嬉しかったんです。私、なんでこんなところにいるんだろうってずっと思っていました。でもきっとこんなところじゃないとできないことがあったんですね。一度全部忘れて、足りないことも足りていることも全部を忘れて始める必要があったんですね。うまくいったのかどうか私にはわかりません。やらなきゃいけないことができたのかどうか私にはわかりません。それでも私たちできることをしたんですよね。もう終わりにしないといけないですね。こんな世界だったのにやっぱり寂しいんですね。でもここから先は一緒にはいけない。それは知っています。そしてその場所が帰らないといけない場所だということも。そこはきっと寂しくても悪い場所じゃない。行きましょうか。あ、手を取るんだ。行こう。これ、現実の世界に戻ったのかな？外だよ、外。え、終わった？終わった？これ。終わった？ああ、終わったのか。何この。つまりヤンは、あらすじはさ、精神治療装置にかけられて、その、世界からの脱出みたいなのを書いてあったんだけど、精神、なんだかな、ヤンのさ、人の時の、外のヤンの日記だったっけ。あっこに書いてあることを、やってしまって、まあ、彼女を傷つけたなとか、殺してしまったって書いてたんだっけ。で、なんかこう、もうとにかく、精神がやばいことになってたんだけど、ガラージュっていう精神治療装置にかけられることで、かけられて、今まで過去に、自分がいろんな体験をしてきたことがこう、幻想世界として現れて、このガラージの世界。で、もうその時、多分精神治療、ガラージのこの世界に入ったばっかの時は何かこう記憶もなかったのかな。忘れたいって望んでて忘れてたんだけど、その、いろんな機械たちとこう、触れ合うことによって、なんかこう、少しずつ、いろいろと思い出してきて、いろんなことに、あったんだけど、結局こう、脱出したってことは、つまり、克服できたってことなのかな。
精神のそのトラウマっていうか病気っていうかね、うん、ガラージュでのこの体験を通して克服したっていう話なのかもしれないけど、わかんないね、これ本当に人によって感じがったとかすごい変わりそう。ところどころね、キャラクターの言い回しとか表現が不思議なところがすごいあったけど。いやー、終わったー、終わったー。いや、なんかこう、いろんな場所にさ、冒険したりとか、戦ったり、レベル上げたりとかも、そんなゲームじゃないんだけど、なんかめちゃくちゃ、没入がすごかったね。世界観にのめり込めた。すごい、この不思議な世界観に浸ることができて、とても面白かった。いや、まあないよね、こんなゲームね。そんなない、すごいよね。もう1999年とかもう何年も前にこんなゲームがあって。いや、本当に嬉しい。本当にありがたいです。なんか世界で3500本とかしかないような、こんな不思議なゲームを。Steam でプレイできてすごく良かった、面白かったです。とりあえずはガラージュの実況はここで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。